倉手駅は福岡県倉手郡倉手町大矢小牧にある九州旅客鉄道地区法本線の駅である。駅番号は JC22。駅関連施設は倉手町が保有しており、指定管理者制度により JR 九州が駅の管理、運営を行っている。常設駅としては国鉄から JR へ分割されて最初に開業した駅でもある。 室木線の廃止に伴い旧倉手駅をはじめとした、町内所在の駅をすべて失った倉手町が、室木線廃止と引き換えに当時道庁を通りながらも、駅がなかった筑豊本線に新駅を設置すべく、請願を行い、結果的に、室木線廃止の2年後、1987年に、当駅が開業した。鉄道廃止の際、運輸省から1トルあたり3000万円の、 転換交付金が受けられるが、この駅は、その室木線の転換交付金で作られており、その費用はほぼ 1km 分に相当する約3000万円である。単式ホーム2面2線を有する地上駅。かつて炭鉱からの石炭輸送で栄えていた頃、現在の伏線の内側にもう一本線路が敷かれた、副炭線構造だった名残で、上下線間の幅が広いため、 当駅ホームは相対式や島式ではなく、西側から見て、ホーム、線路、ホーム、線路の順に並ぶ得意な配置となっている。駅本屋は、西側のホームの西、階段を降りたところに置かれており、2つのホームの中ほどを一本の古線橋が結んでいる。無人駅であり、簡易自動券売機及び簡易守護課改札機が設置されている。守護課の利用が可能であるが、 カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。2004年までは簡易宅駅であった。当駅構内の中間寄りには、筑前中山炭鉱への石炭輸送用引き込み、線分起点だった小牧信号場がかつて存在し、現在でもその線路跡が上下線間に残っている。2001年10月6日に当駅を含む区間が電化開業し、 地区方本線の運転系統は、福北豊、線、若松線、原田線へと3分割された。これに伴い、博多駅及び小倉駅まで乗り換えなしで利用可能となったが、以前運行されていた原田方面への直通便の廃止により、桂川駅での乗り換えが必要となり、若松方面へは、朝の一部の直通便を除き、折尾駅で乗り換えが必要となった。 しかし2017年3月4日のダイヤ改正で、ベック819軽電車が投入され大半の列車が若松線へ直通運転するようになった。2020年度の1日平均乗車人員は530人であり、JR 九州の駅としては第209位である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員は下表の通りである。当駅は、 倉手町の東辺部に位置し、町中心部から2キロメートルほど離れた場所に存在する。駅前は民家が数軒ある程度で換算としている。なお、恩賀川に架かる橋梁の混雑緩和を目的とした北旧倉手夢大橋の建設を進め、2015年春に完成した。これにより倉手町小牧地区と北九州市八幡西区、楠橋地区とが直結され、 八幡西区方面からも当駅が利用しやすくなった。ありがとうございます。